皆さんおはようございます。ここは JR 坂出駅です。今回は週に2回しか走らない寝台特急サンライズ瀬戸に乗ってきたってことでやっていきたいと思います。え、サンライズごと毎日走ってるんじゃないのって思う人多いと思うんですが、琴平行きのサンライズ号というのがね、主に週に2回だけね運転されています。琴平行きのサンライズ瀬戸の運行日っていうのはね、東京発が祝前日の場合に限るんですよね。高松から琴平間は延長運転で運転しているわけです。今回ね、その琴平行きのサンライズ瀬戸号をここ坂出から乗っていこうと思うんですが、延長運転のみの利用っていうのはできないんですよね。定期区間であるこの坂出から高松経由琴平っていうのはね、乗ることが可能になっています。坂出からね琴平に行くんだったらね、多度津方面に行くわけなんですが、サンライズ号はね基本高松経由ということで、坂出高松間は1往復10往復するんですが、その乗車券はねいらないんですよね。坂出から琴平の乗車券や特急券でね、一旦高松に行くことも可能になっています。その方法でね、今回は琴平までサンライズ号で移動していこうと思います。それでは JR 坂出駅の改札口にやってきました。坂出駅にはね、IC カード用の改札機っていうのは設置されているんですが、自動改札機というのはありません。そして乗車していくのはね、7時10分発寝台特急サンライズ瀬戸高松琴平駅です。いや、高松方面にね琴平駅が案内されるっていうのもなんか違和感がありますね。それでは今回使っていくこちら、坂出から琴平までの乗車券と坂出から琴平までのサンライズ瀬戸の特急券です。基本的にはねこれ高松に行くということで高松までの乗車券もいるわけなんですが、特例があるということでね、このような乗車券で大丈夫なわけです。それでは改札に入場していきましょう。降りの際は必要ございませんようご注意ください。3番乗り場到着の列車は瀬戸大橋線快速マリンライナー8号岡山行きです。東京を出ますと次は小島に停まります。 JR 坂出駅の3番線にやってきました。サンライズ号というのはね、見ての通り2番乗り場から発着するようになっています。ただ2番乗り場側にはね列車はまだ来ていません。東京発の列車ということでね、発車の1分前ぐらいにね入線してくるので、列車来るまで少し待ちましょう。2番乗り場ご注意ください。2番乗り場には寝台特急サンライズ瀬戸号高松経由琴平行きの列車到着です。画面表示はね幕式でサンライズ瀬戸高松琴平になっています。それではね乗車していきましょう。段差ありますので足元には気をつけましょう。サンライズ号の車内はねこんな感じですね。上段と下段に分かれているわけです。今回はね 4C ということで、 4C はここですね。7時10分坂出駅をね発車していきます。ここからね一旦高松をね往復するんですよね。坂出にはねコンビナートがあるんですが、坂出発車後もね進行方向左側にはちょこちょこですかね、コンビナートの景色を見ることもできます。いや本当にね上の部分だけちょっとだけなんですよね。いやー、もともとはね琴平までこのサンライズの自動高速とはついてませんでしたから、琴平延長時もね高松が終点高松ですみたいなアナウンスだったわけなんですが、3年4年前ぐらいからね琴平までの自動放送も積んだということでね、高松が途中行き扱いなんですよね。ちなみに今見えてるのが高松運転所です。
境出を出てから17分、やってきたのは高松駅です。基本的にはね、ここ高松が終着となるわけなので、琴平園長知らない人も多いわけです。降りられる方もね結構多いんですよね。また高松では時間調整や、なんかこいつに抜かれたりね、普通列車に抜かれたりするため約35分ほど停車時間があります。また高松ではね、このような境出から琴平の乗車券しかないのでね、途中下車というのはできません。高松で出たい人はね、普通に高松でサンライズ号も下車することとなるんですよね。一旦改札を出てしまうとね、特急券というのは無効になってしまいます。また改札内にはね、このようなセブンイレブンと、昔まではねここにね連絡船うどんという結構美味しいうどん屋さんがあってね、高松着いてからうどんよく食べてたんですが、2021年頃からなくなってしまったんですよね。またこちらにはね、なんかスイーツだったり、あちらにもね、なんかわらび餅みたいなの売ってるんですが、まだね営業時間外なんですよね。時間を潰すとしたらトイレかセブンイレブンぐらいしかないわけですね。まあ今回朝飯も全部食ってますので買いません、何も買いません、はい、サンライズ号がね高松に停車している間に7番乗り場、7時37分発の特急7時11号、松山行きがね発車していきましたね。特急列車同士の追い抜きというか阪急接続といったような感じになっています。ただねこれ多分境ででも乗り換えれると思いますので、まあ、サンライズ号はね境出で降りた方がいいですね。まずそもそも琴平方面に行くんだったらね、このサンライズを普通に境出で降りてね、普通列車とかに乗り換えた方が早くなっています。本当にねこのサンライズ瀬戸琴平駅っていうのはサンライズに長く乗りたいよみたいな人向けに運転されてるのかもしれません。9番乗り場からね7時40分発普通電車の観音寺行きが発車していきました。高松まではねそれなりに混んでた伸び伸び座席もね結構ガラガラになったんですよね。高松までほとんど満席状態でしたからね。高松まではねそれなりに混んでた伸び伸び座席もね結構ガラガラになったんですよね。高松までほとんど満席状態でしたからね。7時48分快速マリンライナーの12号岡山行きがね発車していきました。この列車っていうのは境出駅を7時10分に発車し、終点琴平には8時39分に到着します。境出からね多度津琴平方面に急ぐ人っていうのは、境出からね土線線予算線のね普通列車で行った方がだいたい50分ぐらいね早く着くんですよね。到着時刻は7時51分ということで、すでにね3分前に到着したという感じになるんですよね。いや特急券払ってもね高松に行ったり、高松で30分40分止まったりね、ここからなんと臨時運転になりますから、のろのろ運転していくんですよね。7時51分琴平行きのね普通列車が発車していきました。先ほどまではね方面が違うもの列車だったわけなんですが、なんとねこの列車の方面である琴平も先に行っちゃいましたね。どっちの方が早く着くんでしょうか。 iPad を見て調べてみると、今の列車はね大体1時間1分時間を要すということでね、サンライズ号の方が15分ぐらい早くなってます。この切符の料金について説明していこうと思うんですが、境出から琴平は530円、境出から琴平のサンライズ号の指定席特急券が1690円、これね JR 西日本の E5 予約の E 切符で取るとねもうちょい安くなるんですよね。また東京方面から乗るとね、高松で降りるよりも琴平で降りる方が安いんですよね。今何言ってるのか分かんないですよね。
高松でね短く乗るよりも琴平までね長く乗った方が安くなっているわけです。だいたいね高松と比べて1時間と12分長く乗れて、逆にそっちの方が安いんですよね。この列車はもう一度境田方面に戻るんですが、東京方面からね高松、東京方面から琴平、運賃検査場で琴平の方が料金が安くなっているんですよね。特急料金はね東京方面から乗ると値段は変わりません。8時2分35分ほど停車した高松駅を発車していきます。とりあえずねこの列車は琴平行きということで、乗車駅である境田駅へとね戻っていきます。いやこの区間乗るのは初めてですね。境田へと戻るということでほぼ同じところを走行するわけです。高松運転所もねもう一度見学することができるんですよね。同じ列車に乗っていてね違う視点から車庫を見れるっていうのもなんか面白くていいですよね。関西でいうとね青荷吉号大和西大寺奈良間みたいな感じですかね。先ほどまではね1号車2号車3号車という順に進んでいたわけなんですが、高松からね琴平の区間に関しては7号車、6号車、5号車の順に一番後ろが1号車といった感じで運転していくんですよね。スイッチバックを行うわけです。高松からもね、結構高速にして運転しているサンライズと琴平駅、高松も発車したのでね、6号車、7号車の進行の空席を見ていこうと思います。結構ね、高松から過剰輸送になるんですよね、まあ、ドアが閉まっていてもね、開いているところも多々あります。普通にね、このようなところであったり開いてるんですよね。これ何も出てませんよね。で、これ何も出てませんよね。なので、この席も空席という感じになっています。こちらもね、上下開いているわけです。先ほどは上段にいたので、ね、下段に行こうと思うんですが、シングルツインもね、開いていたり、普通にね、琴平駅知らない人もいるらしいんですよね。下段とか本当過剰輸送ですね。だいたい何個ぐらいあるんだろう。7個ぐらいある中の5個ぐらい空席になってます。それほどね、過剰輸送ですよね。境出を出てから1時間と6分戻ってきた境出駅、2度目の境ではね通過するんですよね。高松往復はね実質タダですから、こっからね運賃を取られている区間っていうことにもなりますよね。いやなんか面白いですね。サンライズ号良きよ本当。境出を通過しね少々すると東京行きのサンライズや快速マリンレイナーがね通る瀬戸大橋線と分岐します。短絡線になっているんですよね。境出を出てから1時間25分やってきたのは多度津駅です。多度津にねサンライズが来るのも琴平園長のみなんですよね。8時26分多度津駅をね発車していきます。次の停車駅は善通寺なんですよね。境出を出てから1時間22分やってきたのは善通寺駅です。なんかいつもと違うホームに入りましたね。多分境出の時も言ったんですが、高松や多度津善通寺からね乗ることは不可能なんですよね。最低でも定期区間である今回乗車した境出から乗る必要があります。8時33分、善通寺駅をね、発車していきます。次の停車駅はね、終点琴平です。隣の駅もね、琴平になっているんですよね。
ご視聴ご利用のお客様にお願いいたします。終点琴平駅到着後、個室の鍵を一斉に解除させていただきます。個室をご利用のお客様、この後一斉に鍵を解除させていただきます。坂出を出てから1時間39分やってきたのは終点の琴平駅です。いや、先頭の部分はみ出ていますね。前に旅客用の扉はないのでいいんですが、運転さんとかね、結構ね、線路内に降りるみたいな感じなんですね。いや、これはなかなか面白いです。琴平駅のサンライズ運行時、なんかね、あちらに止まっている普通列車結構サンライズ走ることになって厄介になっているらしいんですよね。なぜかというと、サンライズが運転されない場合っていうのはね、高松発琴平駅の電車でやってきて、電車で高松に戻るわけなんですが、サンライズを運行すると電力の関係上、なぜかね、高松発多度津行きの電車でやってきて、多度津発琴平駅の列車機動車としてやってきて、機動車としてね、多度津へ戻り、また多度津からね、電車として高松に行くという感じでね、乗り換えが必須になるわけなんですね。いや、それほどね、電力が足りないんですね。いや、それにしてもね、サンライズ号をそこまでしてね、動かしている JR 四国もね、結構すごいですよね。では今回は琴平延長のサンライズ号、めちゃめちゃ短い区間でね、最低区間で乗ってきたっていう動画でした。この区間で乗るのもね、結構面白いので、ぜひやってみてください。では今度は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。